エリー・サーブは、レバノンのファッションデザイナー。主なアトリエは、ベイルートにあるが、ミラノとパリにもある。1980年代初期の彼の最初のアトリエは、高価な生地、レース、詳細な刺繍、パール、結晶都市力の糸を使用して、ブライダルクチュールに特化。1997年、サーブは、イタリアのカメラナツヨナーレデッタ・モーダーのメンバーの最初の、 キイタリア人デザイナーとなった。2016年にプロジェクトランウェイの中東の審査員として登場。2017年3月の時点で彼のクチュールコレクションはパリ、ロンドン、ベイルートの160件の小売店や自身が経営するブティックで入手できる。グレーターベイルート南部沿岸、ベイルート郊外、ダムールで木材商人の5人の子供の長男として育つ。 ベイルートのマロンカトリックの両親はサーブに自己訓練として法成を始めさせた。8歳頃の彼の関心はファッションに向いた。彼の妹がモデルとして彼は新聞で型紙を作り、母親がクローゼットで素材を探したりした。エリーサーブ2011年秋冬オートクチュールコレクションのファッションショーより、モデルはマグダレナ・フラッコック。 パリコレクション2011年2012年、ルクセンブルク大公聖司ギオームとの結婚式でのステファニー・イドラノはありがとうございます。